ウィキソフトウェア、またはウィキエンジンはグループウェアの一種でウィキを実装したソフトウェアである。そのようなソフトウェアはオリジナルのウィキウィキウェブに対してウィキクローンと呼ばれることもある。ウィキソフトウェアを使うと一般のウェブブラウザを使ってウェブページの作成、編集ができるようになる。ウィキソフトウェアは大抵サーバサイドスクリプトとして つまり一つ以上のウェブサーバー上で動作するプログラムとして実装される。多くのものは関係データベース管理システムにデータを格納するが、サーバのファイルシステムを利用するものもある。ウィキペディアの検索世界初のウィキシステムは、ウォードカニンガムによって1995年に作られ、そのサイト及びソフトウェアは、ウィキウィキウ,ィキウェブと呼ばれる。それは、単純なハックから、 高度なコンテンツ管理システムまで存在する現在の様々な実装からすれば比較的質素なものだった。一般的に言って Wiki とより複雑な CMS との第一の違いはコンテンツによりフォーカスしているということ、つまりドルプルなどの CMS ソフトウェアが持つ強力なレイアウト管理機能や竹井ィッキーなどが持つ非 Wiki 機能を持たないということである。 ウィキソフトウェアとはウィキを動作させるのに必要なすべてのソフトウェアからなるもの、つまりウィキ技術を実装したウィキエンジンに加えてアパッチなどのウェブサーバーや DBMS も含んだものと解釈されることがある。ウェブサーバーとウィキエンジンがまとめられている自己完結型のシステムもあり、導入作業がより簡単なものとなる。大部分のウィキソフトウェアはオープンソースであり、 GPL などのフリーなライセンスの下で利用できる。ツイッキーやミディウウィッキーなどの大規模なプロジェクトでも共同作業で開発がなされている。多くのウィキはモジュール性が高いもので、プログラマがそのコード全体を理解しなくても新しい機能を開発できるよう API が用意されている。また、サーバーを必要としない P2P ウィキエンジンの研究も行われている。 ウィキソフトウェアには共同作業ではなく、コンテンツ管理や個人の情報管理を施行するものもある。そのようなものは、ローカルウィキやデスクトップウィキ、パーソナルウィキと呼ばれる。ローカルウィキを使用すると、個人のデスクトップ上にハイパーテキストを構築することができ、インターネット上のコミュニティウィキと同じやり方で情報が整理できる。Web ベースのウィキソフトウェアは、 複数ユーザーによる並行利用のために設計されている。十分なスキルや気力があればそれらのソフトウェアを個人用に使うこともできる。そのためにはシステムに必要な追加のソフトウェアをインストールしたり外部からのアクセスを禁止したりといったことが必要になる。個人のウェブサーバやホスティングサーバ上でパスワード保護されたウィキを動かし利用する者も,もいる。その長所は ウェブブラウザさえあれば、例えばモバイル機器やインターネットカフェなど、どこからでも利用できることである。マルチユーザー対応で、個人版のある Wiki その他に、個人用に特化された Wiki ソフトウェアもある。ウェブベースのものにはあまり見られない機能としては、画像などのドラッグドロップに対応していることが挙げられる。この他にも、いくつもの個人用、Wiki ソフトウェアが存在する。 ありがとうございます。